義母先生2。義母先生をご覧の皆さん、はい、来ました石峰駅、ここも首里です。そうですね、首里の中では結構ね、庶民的っていうかね、下町じゃないんですけど住みやすい町ですね。僕も結構友達が結構首里石峰多いです。それじゃ個人的にね、おすすめの店も結構ありますよ。片足の会あったじゃないですか。中田夏美先生ね、夏先生も、夏先生の、実家のパン屋さんピッコロモンドがこの辺にあります。宣伝しました。あります。新しくていいですね。首里駅以降のこの石峰駅からは結構まだ新しいですね。最近できました。なので結構綺麗ですね。そしてこの壁画、さあ義母和也も大好きエイサーですね、立体的な壁画。意外とねこれまでいろんな壁画見てきましたけどエイサーの壁画なかったんですよね。旗頭とエイサー、エイサーね、僕このエイサーやってる知り合いもいます。ぜひね夏の旧盆の時期はエイサーもね盛んなので見に来てください。石峰駅の壁画エイサー行きましょう。いいですね。これちょっとロータリーもあったりしてね、駐車スペースもあります。なかなかね、沖縄車社会なんでこういう車を止めるスペースもねないところもあったんじゃないかな。石峰行きます。行きましょう。なかなか天気が晴れました。で前回というかその義母駅の時も少し話したんですけど、首里はね低層地区というか高い建物があまり建てれない場所になってるかと思うので、結構ね見晴らしも綺麗というか落ち着いております。首里城を中心に城西、城北、城南、城東の小中学校があったりしてね、いろんなこう学校もありますんで、学校なんかもねまさに首里高校なんかをね今「ちむどんどん」とやってますけど、その前の沖縄のね、連続のドラマ NHK のドラマの「ちらさん」ではね首里高校なんかが、舞台になったりもしてましたけどね。首里はいいね、住みたいんですけどね高いのよ首里。最近も地価が上がっちゃったね。方言では「いしんみ」と言いますね。あそこ首里駅からこう来てねまっすぐ来て、でまた、次の京塚駅に行きますけどもね、綺麗ですね。いやここもね僕が沖縄那覇にね来た頃にはねもう全然こうモノレールもなくてね、もう少しこう細道、首里はねやっぱ細道が多いんですよ。でもその開発とかでこうだんだんこうアクセスも良くなってきてますし、地元の方は分かると思う。で沖縄のね那覇市民あるあるなんですけど、首里は混むっていうイメージがあるんですよ。実際混みます。夕方の、ね、ラッシュの時期は混むんですけど、モノレールがねこうやってできたことでアクセスも良くなりますし、車の、ね、道路も最近は少しずつまたこの整備されてきたんで、いろいろね車で来る方もモノレールで来る方もアクセスしやすくなってきてますんでね、ぜひ、石峰駅実際に来てみてください。そして駅メロちゃんと聞いてみて、聞き流さないで。おります。面白い。マイナー音階でしたね。マイナー音階、マイナーでしたよ。こんなもう沖縄のマイナーの曲といえばあれですよね、ちょんちょんキジムナ。聞こえましたか？なんかね、このもう僕なんかはね、もうフルコーラスで聞きたいぐらいなんですけど、まあその「着きましたよ」ってね言わなきゃいけないのでね、あの短時間でしたけど、まさにあのちょんちょん木島のフレーズが流れておりました石峰駅ですね。とりあえずこの石峰駅までが、那覇市で、次回からは京塚駅、浦添市に入っていきます、リボレール、次は浦添市で、駅メロをレポしていきますんで、またね、次回も楽しみにしていってください。ちなみにちょんちょんきじむな最近、ぎぼちゃん動画出してます。これも演奏動画で別でありますんで、よかったらチェックもゆたしく。また来週。